キスザのオレッジナイブスコメンタリー。この動画はキスザのオレッジナイブス3月10日にリリースされました私の新しい EP 略して KKK のあの曲はどうだ、この曲のあれはどうだったという感想やあの時はこういうことにこだわってましたという話をする動画でございます。今回第3弾はマジックスペル。好きっしょ。わあ、ようやく喋れます。まあ、発起のこの EP の出所というか、由来みたいのは、まあ、1本目をご覧いただいて、はいはい、そこに私がいるんで、今回いるっていうので、はい、ようやく参加曲ということで、はい、出来ております。ウキウキだね。はい、ウキウキです。ウキウキでやらせてもろてますけれども。好きっしょ。と、公開されるのかどうかわかんないけど、いや、されるんだと思うんだけど、うん、マジックスペル MV にもなるわけで、うん、僕らはそれまだ見てないわけですよ。うん、まだ届いてもいないので、なんですけど、まあ、MVするぐらいなんでリードトラックというか数あるほんと粒揃いのいい曲が集まってると思うんだけど、その中でもいろんな人に聴いてもらえるんじゃないかと、いわゆるリードトラックに設定をしているという曲でございます。好きっしょ。僕の話で言うと結構そのキャッチーというか、やっぱ一番その掴める曲だなっていうのも一番最初からなんとなくイメージできてて、だ曲の構想とか一番最初に思い浮かんだのってサビなのね。サビがもう一番最初に出てきて、でサビのそのメロディーとか歌詞とかコード進行とかそういうものが普通に同時にポンと出てきたので、マジックスペルのことですよね。そう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 、君に届けばいいなって、君に届けばいいなって、みたいな、あそこがもう普通にポンと出てきて、で、あ、これはいけるぞって思ったんですよね、はい、っていうところから入ってまして、好きっしょ。その時って予感中毒とかのトラックもできてて、彼らにももうシェアしてて、そんでなんかどっか、 なんか風呂とか行った時に、風呂にこのこっちで行ったり、そう OK まだいないから、ね、うん、そうですよ、まだ大阪にいるそう、それで風呂に行った時に駅着いて「おそうす」って言ったら、なんか普通にイヤホン探して「この曲は大変なことになりますよ」って言そう、予感中毒で、うん、で1曲は絶対客演で参加することが決まってたから、最初予感中毒がいいですって言ってたのよ。そうなのよ。そうで、なんかスペルがないなんかそれこそ Z センサーみたいなもので、うん、いいか悪いかみたいなのを判断してもらいたいっていうのもあったから、なんつうか後継と俺がやるっていうふうに決まってたけど、3人の LINE にそのデモとか投げたりとかしてて、でだからその中で一番いいと思った曲に参加していいっすかみたいなマジで言いづらい作業が行われていたっていうめちゃくちゃ汚い手を使って一番良さそうな曲に参加しているっていう人なので飲み込んでインサイダーさせていただきました。だから最初は予感中毒に入るつもりだったんだけど、その後マジックスペルが完成したら、ちょっとこっちやっていいですかみたいな感じになったぐらい、あったっすね。まあでも俺の中では全然なんか予感中毒に関してはスッと出てきたし、いい曲だと思うけど、多分マジックスペルの方がいい曲になるだろうなっていうのがあったから、で実際なんつうか Z 君もねこっちやりたいですって言ったっていう、だ結構その手応えというかもう予感みたいなものは全然あったんですよ。好きっしょ。その段階ではまだこじこじこと KJ の存在はまだ示唆されてなかったという、そうですねそうでした、そうでした。まあ出来上がっていく段階でこれ女の子に歌わせたらもっと良くなるんじゃねみたいな、でやっぱり今をときめく JK のカリスマことKJ あの子ね本当にねいいなと思うのは、かっこいいと思ったらやるんだよね。そう、私すごいなんつうか人のことをね想像できるというか人なんだよね、だし音楽好きだし、あんだけ有名になる理由もあんなって思うわけよ。素晴らしいよね。素晴らしい、あの子本当に素晴らしい。お世話になりました。ありがとうございます。好きっしょ。あのこだわりの部分で言うとやっぱギターにこだわってると思うじゃないですか。それこそ最近ギターって再評価されてる部分があると思ってまして、楽器を演奏する人間からすると、一時期あのセカオワの深瀬さんとかが「まだギターロック聴いてんの?」みたいな、ありましたね論争が。あのビーズの稲葉さんがそのいう話がいろいろありましたけども、フレットで限られた音楽とかがなんとかみたいな話ありました。そうそうそう、ギターって一回下がったのよ、その結構長く楽器やってる人間というか、まあ俺の個人的な意見なんだけど、歪んだギターとか一生弾きたくないですみたいなこと俺昔インタビュー言ったりとかもして、言ってたね。でなんかそれこそ今ってさ、もう時代の潮流がヒップホップに移り変わって、もともとロックやってた人間とかがヒップホップに移り変わったのを見て、もうロックは無理だなって思ったりとかっていうのもあったんだけど、ギターがやっぱまたかっこよくなってきてる。言ったらピックアップミュージックとか、なんだかいろいろあるじゃん。コーヒーミュージックだったりとか、それそれそれそう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 、インスタのね
そう、有名アカウントみたいのがそのギターを一回いっぱい弾いたりするのが増えてきてますね。そう、とても結構ね、もうね、それ人間のやる技じゃなくないみたいなギター弾く人めっちゃ増えてて、嘘でしょみたいな動画多いもん。気になる人はネオソウルギターとかで YouTube で英語とかで入れると、あ、そんなギターありますみたいなのが結構出てくるんで、でその辺のギターの潮流みたいなの感じてて、だから俺もそういうのやりてえなみたいな、やりてえなっていう気持ちで、そのギター始まりというかギターフィーチャーした曲を作りたいっていうところまではもう分かってると思うのよ。好きっしょ、そこまで来てるからね。そこまではもう分かってると思うんだけど、でギター頑張ったっていうのはもちろんの前提で、実はベースも結構頑張ってるんですよ。はい、素晴らしいです、はい、本当に。僕は基本的にあのベーシスト誰が好きって言われると、まあ、大体はピノ・パラディーノか、マイケル・リーグ、かっこいいよね。実知らないっす。実知らなかったっす。そうだよね、はい、ラッパーだもんね。俺もリル・ピープもリル・パンプも知らなかったそれ仕方ないのよ、はい、知ってます。じゃあ何がすか。何知こいつ知らないじゃん。ピノパラディーノとマイケルリーグ知らないじゃん、この人。チェックしてますよ、S 君が言ってたやつは。はい、うん、あ、そうそう。そういうとこは向上心ありますよね。ピノパラディーノっていうのは、リアンジェロ。はいはいはい、私のハイパーリスペクトしている、はい、リアンジェロの音源とか、あとは、ジョン・メイヤーとかのバックでも弾いてる、もう世界的に有名なバカ売れベーシスト。もう歴史を作ったと言っても過言ではないぐらいのベーシストです。とマイケル・リーグっていうのは、これも私の大好きなスナーキーパピー。ああ、はい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 、はい、スナーキーパピーは私大好きなんですけど、チェックしてましたちゃんと、はい、よかったです。 C から回ってきてますでスナーキーパピーのもう首謀者、はい、もうリーダーです。へー、はい、なんかもう世界で一番有名なジャズグループと言われてるんですけど今、なんですけど、その首謀者のマイケル・リーグっていうベーシストのことがすっごい好きなんだけど、結構今回の音源に関してはマイケル・リーグの方がなんか割と、なんていうか、自分の中のね、自分の中のマイケル・リーグが弾いてくれたっていう感じ。あ、心の中に勝ってるんだ。そうそう、なんつうのが、やっぱ心の中にいるんですよ、あの素晴らしいプレイヤーたちが常に言ってる。だからさ、さっきのさ、予感中毒もさ、心の中のリル・ピープリル・パンプ、リル・パンプ、ブチギャング、ブチギャングのリル・パンプがラップフローしてたわけですよ、はい、そ, うそういうことのジャンルで、そのジャンルのベースを、はい、聞かせていただいたという話ですね。まあでもあれ弾いてないんだけどね、打ち込みなんだけど。なるほど、すげえ弾いてる感じ出てます、うんうん、どうしてもやっぱりもともと弾く人間だから、あいつが弾いてたらこうだよなみたいな気持ちで打ち込むことも結構多くて、まあ、やっぱ S 君のその右の打ち込み の, あのスライドの感じがめっちゃいいですね。ブーブーブーってやつ。あ、はいはいはい、あれまで弾いてるからよですね、あれはね、ミディってさ、なんかいろいろコントロールペダルとかなんかいろいろさ、オートメーションかけるじゃん、あれでピッチベンドってところで細かーく、細かーくちょっとずつベンドさせる、ってニンっていう。あれはなんかスライドっていうよりかは多分技法としてはビブラートなんだ。あ、なるほどね。でも弦を押さえて、押さえて揺らすっていう、押さえて揺らすっていうタイプのビブラート、まあ、もしくはあのこういうスライドもやるんだけど、そう、それは俺が弾くときやるじゃん、結構、やってるやってる。そうけどな、多分ね、黒人とかって、あの指の力が圧倒的に違う、からギターをチョーキングする、そう、ギターチョーキングするノリでベースチョーキングするんだよ、あいつは。そう、オーストラリアに留学したときに、その外人の友達がギタリストなんだけど、ベースも好きなんだよね、俺って言って、ベース弾いてるの見たときに、力がもうちげえって思った。ありえぐらい弾けるの上がってる時あるから、そんなことするみたいな、すごい上がってる時あるから外人の、そう、その時かなからなんかその影響を受けて、ミディとかだとなんかそのビブラートみたいなのを作ったりとかするようになった。素晴らしいです、素晴らしいですっていう、その辺の細かいのも聞いてほしいって話。好きっしょ。で、どうぞ、あのラップの話してください。あ、いや、で、S 君で思ってたんですけど、その孤独を愛するなんて耐えそれたことできないよっていうラインがめちゃくちゃ俺食らっちゃってて、孤独を愛するなんて耐えそれたこと誰だってできることじゃない、その今の流れってなんか孤独を大事にしようぜみたいな流れが流行ってるじゃないですか。そう、流行ってるんだ。なんかよく俺見るんですよ、ツイッターでもうなんか音楽的にもうなんかラッパーとかが、いや孤独マジ大事にしてこうぜみたいなノリがなんかよく聞くんですよ、最近俺の中 で, でそれのカウンターみたいな、まあ、そんな簡単なことじゃないよっていう、そんな簡単、あ、よかった、俺孤独
ちょっとやっぱ寂しいから、うん、これでよかったんだみたいな、うん、で救われちゃいました、うん、人間なんてみんな寂しい生き物なのよっていうね、LINE を受けて俺たちラップに取り掛かりました。そうね、先にだから A メロとサビに関しては仮歌を私がもう入れていたので、うん、まあでもね、やっぱ A メロのリリック、うん、結構私生活が若干投影されてましたね。そうですね、うん、当時若干波があったんですよ、私、うん、はい、そういろいろそのリアルタイムで感じてましたけど、それがまさに入って、まあ、こじこじが歌ってるところがその女の子がその言ってるところだと、うん、ということでカウンターで俺たちは男のことをやろうっていう話になりまして、そう、あの2人でバースを蹴り合うって話になったんですけど、単純に16、16で分けたらすげえ単調だなって思ったんで、うん、ですよね、まあ、ここのつながりも考えて、うんうん、コンビネーションで構しますってそう、綿密に連絡して、いつな連絡取って温泉街ぶりのコンビネーションでかまさせていただきました、うん、マジインサイダー中のインサイダーだね他のバースとか全部さ、はい、他の曲とかもさ、はい、別々に渡して、はい、それぞれのラップを聞くこともなく、はい、っていう感じでやってるから、はい、うん、なんでこの曲だけ2人で密な連絡好きしょ。あと僕が分からなかったというか、はい、これどういう意味なんだろうなって思ったのが、優しさのフーリガン、はい、何優しさのフーリガンって、まあ、ボートって意味なんですけど、はい、まあ、優しさっていうのは何なのかっていうのを、うん、俺はずっと言ってて、うん、その別れ際みたいな時って、その、まあ、S 君が最初に言ってるじゃないですか、僕がいなくなっても多分君はきっと幸せに暮らしていけるよっていう男が言ってるんですけど、はい、これって本当に優しいのかなみたいな、まあ、優しくないよね。そうだね、優しくないよ全然。それが優しさのフーリガンなんですよ、うん、マジでそんな、うん、本当はここはもう送んなみたいな、結構関係をぶった切るようなことを言う方が優しいのに、うん、君は幸せに暮らしていけるとか、なんか優しい感じ出してて、うん、それは本当に優しさじゃねえよっていう意味の優しさのつもりです。ちょっと伝えようとしてますね。そうそう、ちょっと最後にいい人ぶろうとしてですねそれがフーリガン、マジでっていうことずっと言ってます俺。そういう解釈なのね。本当の優しさっていうか、うん、もうカインドネスとかに気づいてなかったんで、俺は本当にバッドガイだっていうことを言ってるっていう、うんうん、その視点も面白いっすよ。そう、ちょっとでバッドガイって言ってるから、はい、そのビリー・アイリッシュさんのバッドガイあるじゃないですか、うんうん、I'm a bad guy ダーそのダーを入れてる入れてる入れてる。なんだっけ、喋り方のフロー似てしまってダーっていうのが似てしまってただと思ってたら、リリックを読むと似てしまってダーなんですよ。喋り方のフロー似てしまってた。喋り方のフローってやっぱ似ちゃうじゃないですか、ずっと長く。ああそうだね、うん、それは男でもあるし、ね、そうで、うん、ダーっていうのがその当たり前のことを言うなよみたいな、うん、もうそんな当たり前だわっていう皮肉を込めて言う意味なんで、喋、うん、り方のフロー似てしまってやってんなんて当たり前でしょみたいな、うん、ドラッっていうニュアンスです、はい、いやすごいですね僕あのサッカーのことしか思い浮かばなくて、フーリガン優しさのフーリガンって何なんだろうってずっと思ってたんだよね。そういう意図があったってことここで言えた優しさのことなのかなとか、うんうん、すごいいろいろ考えたんですけど、うん、分かんないから聞こうと思ってたんですよね。そう、はい、まあ、そういう意味があったっていうことで、うんうん、本当の優しさっていうのはもうぶった切るようなことを言うことだったって、うん、あ、なるほどね、うんうん、なるほどね、好きしょ。てか僕がいなくなってもきっと君は幸せに暮らしていけるよっていうのは、僕がいなくなっても多分君はきっと幸せに暮らしていけるよ。どちらかというと俺はよく言う話なんだけど、はいはいはい、女の子って男よりモテると思ってて、あーそうですね、そうだから別に別れたって他にいい男絶対いるしっていう、でもその子の中に自分の記憶は残ってほしいっていう、そういうタイプの捨て台詞なのよあれ。なるほどなるほど。でそれを女側がもう普通に気づいてて、だから捨て台詞みたいな真似ダサいよっていう話なんですよ。捨て台詞みたいな真似ダサいよなんてさっていう、その男女の別れの殺伐とした感じ。あ、殺伐としてますね。殺伐としてます、ね、出てるっしょ出てるっしょ好きっしょ。ちなみに俺はこの曲取り掛かるときに恋愛のバイブスがなくて、はいはい、でちょっとまだ好きだった元カノに連絡したんですよ
リアルっすね。リアルっすね。やっぱリアリティないといけないっすね。そうなんですよ。で、リアリティ欲しすぎて、絶対彼氏いるやろうなって。あ、その気持ちですよ。だから、はい、うん、怖かったんですけど、うん、もうこれ曲書くためやと思って、聞いたんですよ。今彼氏いる、うん、いました。で、めっちゃ書けたっすね。あ、君の好きなバンド、もうワックだぜ。君の好きなバンド、もうワックだぜ。ワックだぜ。いやバックですよ。ですね、いやめっちゃいいバンドなんですけどね。悔しくてバックですよ。そうだね。あれは結構ね、うん、あ、分かるってなってました。分かる分かるっていう。そういうペインが詰まってます。好きっしょ。もう編集を外注すると決めた俺はいくらでも喋れるぜ。マジでロング尺だぜ。この曲には思いが詰まってます、うん、この参加曲なんで喋らせてもらいました。好きっしょ。ということでですね、ずいぶん喋りましたけれども、まあ、マジックスペル、まあ、話すとなら無限に喋るんだけどね。そうです、まだ言いたいことありますけど、まあ、聞いてもらってって感じで。そうですね、はい、全部は曲の中に詰まってるんで、うん、俺たちの言いたいことは曲に詰まってるから間違いないです。こんな動画見ねえでそっちを聞いてくれよ。はい、ということでマジックスペル会は以上で終了となります。はい、次回は裸になりますね。はい、そちらをお楽しみにお待ちください。はい、また会いましょう。さよなら。君に届けばいい。